お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらゴブリンデッキやっていきたいと思います。世界大会ね、終わったと言いますか、僕はね、ちょっと破れてしまってね、世界大会終了後のね、ちょっと思いとかも動画上げたので、そちらも見ていただけたらいいんですけど、世界大会ね、僕自身は終わって、何のデッキあげようかなってすごい考えたんですよ。考えたけど、わかんなくて、最近ね、ちょっと〇〇デッキね、何々だけデッキ、みたいなね、すごい人気だったらね、今日はね、ゴブリンだけデッキというわけで、この大人気企画で、再スタートしていこうかなと思います。てなわけで、クララにはね、ゴブリン活気9枚かな、多分、本当にあんまりなかった気がしたな。今出てるカードと、ゴブリンかな。この9枚になって、ゴブリンだけ解雇したね、この8枚で今日やっていきます。さあ、というわけで、よろしくお願いします、最強さん。バキド。バッキバキの最強さんだな。バキな、最近マジで、見始めたあたりで全然ちょっとにわかなんで、何も語ることないんですけど、最強さんということでね、お手柔らかに、よろしくお願いいたします。ロイ G ですね。で、このデッキね、ゴブリンだけなんですけど、そこそこに強いと思ってます。というのも、まず5分小屋でプレッシャー与える、5分折りは防衛でもマジで強い。で、5分取りもね、最悪攻めで使えて防衛でも使えると。で、吹き矢やり5分あたりはそこそこにね、いいよねっていうので、ちょっと待って、相手なんか、めっちゃ高回転、うわお、やばい、待って。やばい。これね、本当にやばいんだけど、これ、相手もね、ウッド使いたい場所めっちゃ多いんだよね。あー、いいね。ゴブリン頑張るよ。いや、しかも吹き矢が入る、マッスルパンチも入る、吹き矢がさらに頑張れるよ。いやー、これゴブリンバレル行ってもいい気もするけど、一旦待ちましょう。これさ、マジでさ、スピーコウモリロイみたいな、1.5 ロイじゃいみたいなやってない？もしかして。これ同じ、この企画をやる上で、まさかのね、さて、あなた YouTuber？ 説あるな。いや、マジで同じようなデッキと、同じ？デッキ構築は全然違うんですけど、なんかこの、やりたいことは似てるみたいなね、人当たりましたね。やばいっすね。だって、コウモリと、なんか俺が見た中で今、スピ系なんか3枚ぐらいあった気がするんだよな。目がおかしくなければ。さあ、とりあえず、マッスリパンチのカウンターゴブドリですね。いや、これマジゴブ、あれ？裏切りのトリトン。裏切りのローリングッド。いや、でもさ、ファイスピさ、あるよね。ファイスピ、ヒースピで、いや、マジで、今んとこ、奇跡だ。いや、マジで、被ることある。いやでも多分めっちゃ高回転ロイなんじゃないかな。ね、ロイと1コス5枚ぐらい入れて、残りトリトンウッドみたいな。多分そんな感じっすよね。で、これね、ウッド使うとね、この吹き矢ギャングめっちゃ強いの。で、ウッド使うとね、バレル入るんだよね、ちゅう。いやー、でも、いやー、一発入る。さあ、小屋置いていきましょう。いや、さてはね、これね、普通に強いんですよね。五分小屋と檻で、防衛硬いでしょ。で、ウッド枯渇にもなる。絶対的ダメージ与えるゴブドリもある。いや、多分だけどね、めっちゃ強いっす、これ。うん。とりあえず吹き矢出して、ウッド使ってくれたらね、一周目なんでね、ちょっと他のね、ギャング系は使いたくねえよな、とか思ってたんですけど、ちょっとこのファイスピールんでね、シャアなしで使っていきます。いやー、これちょっと怖いな。マジで頼む。耐えてほしいな。いや、一本折れる。いや、この最強の位置のね、吹き矢です。いや、これ、多分ね、普通に強いっすね。マザネクぐらい引くと、泣けるかもしれないんですけど、あと今回ゴブジャイね、お休みだったんですけど、そういう日もあるよね、というわけでね、またゴブジャイが輝きそうな時にはゴブジャイ出して、なんかね、バレルだけでシンプルに戦えそうですね、今みたいな。さあ、順調なね、出だしです。ナイス！いや、ましてね、なんかこういう丸々だけね、今回ゴブリンだけなんですけど、前骨だけやって、ちょっとね、今後もいろいろやっていこうと思うんですけど、平均回転、平均こそなんぼとか。思ったより戦えます。皆さんも、食わず嫌い的な感じのね、やらず嫌いでね、勝手に使えないと思ってるだけなので、多少は使えると思うんでね、思ってみたらね、やってみたら思ってる使えたとか、マジであるんでね、ちょっとだけやってみてほしい。いや、これ、オーブンやばいな。オーブンはね、ちょっと泣きたい。いや、アッチャクイはね、アッチャクイはギャングでなんとかなるな。縦線の方がいいんだけど。さあ、オーブンは小屋で頑張ってもらいいの。いや、これどう削っていこうかな。ゴブドリ一旦。いや、嫌な香りしてんな。小屋的な。いや、ちょっとめんどいよな。さあ、目がないと来る。
いや、ちょっとめんどいな。鬼巨洋見せます。鬼巨洋からの、ゴブジャイギャングで、いや、背中からちょっとね、あ、やばい！いや、これさ、あ、でかっ。いや、マジででかすぎる。相手のウッドバカうまかったんだけど、なぜか残った。しかもメガネと裂いた。あと、いや、これ背中の槍が結構入るんだよな。しかも、この槍ゴブが頑張ってるの熱い。いやー、なんならウッドまで行きます。ウッドじゃねえ、バレルまで行って。いや、結構熱くね？いや、マジメガネとマッスルいくね。いや、しかもこれは、オリマッスルですね。オリマッスルからの槍ゴブ。で、相手ウッドだったんで、まあ、低めの槍ゴブがね、そこそこに熱くなってくるよと。いやー、2倍タイム、メガナイトマズネ君守れるかどうかなんだよな。いや、これ行ってもいい気するけどな。一旦ステイですね。ルパン、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 参戦。いやー、これ来るかな。いや、これはもうスキル使ってもさ、間に合わない。いやー、絶妙だな。いてよー。いてよー。スパフキアでやる。あとね、最悪、ガンイモでもいいっすね、僕は。いや、マジでさ、バレル飛ばしても、いやー、このゴブジャイやばいかな。これやばい気がしてくるんだけど、このね、メガナイトアチャクイマザニコ耐えたいと思いますね。いや、背中の槍これ結構大事なんだよね、マジで。さ、槍ゴブでちょっとアチャクイしばきながら、ちょっと邪魔なんだよな、あのアチャクイ。いやー、マジでやべ。いやー、これマジで泣きたくなってきたな。マジで泣きて。けど、マジ背中で耐える。男はね、背中で、いやー耐えれねえかな。いやー耐えれなさそうですね。やべえ、渋くなってきたが、どん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 渋くなってきた。いやでもマジでね、あるんだよね、全然あんのよ結局。マッスル強いからね。あ、それちょっと調子乗ってない。あちくいだけでもやったし。いやー、ナイスエム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 。いや待って待って、頑張れ頑張れ。なんか思ったより入ってない、思ったより入ってない。なんか豚増えてない。やばいって、やばいってこれ。お前、やりすぎだって。さあ、これちょっとどうしようかな。世界を変えるにはやっぱ、行くしかないんだよね。やっと500。あと、いや、ウッド使った。いや、マジでない。やばいって。やばいってこれマジで。いやー、ちょっと周りで頑張ってもらいながら。いや、降りてほしいな。いや、ある、マジである、マジである。一旦耐える、一旦耐えれる。一旦耐える。いやー、まじで。耐えさせてくれや。少々耐えてくれや。よいしょ。いやー、まじか。やるパンツー。いや、普通に負けたね。いや、なんか、マザニクはね、まあ、きつかったんだけど、この、メガナイトマザニク、あちゃくい、組まれるとまた話が違えなっていうので、ちょっとキングもっとプレッシャー与えたらワンチャンあったかもしんないですね。いやー、ちょっと悔しいなー。さあ、ちょっと切り替えてね。見ましょう、次。よろしく。ちょっと今のはまあ、運が悪かったですね。思ったよりガンイもできないのかな。デリバリーぐらい入れたらダメか。さあ、耐えるのマジ大事なんだね。その、僕が稼げるダメージって結構ある程度限られるんですよ。やっぱゴブリンバレルだったり、フキアだったり。なんでね、ダメージ稼げそうなところで、しっかり稼ぎながら、できるだけ防衛しっかり頑張ってね。さあ、フキアがね、オーケー、2発。いや、待てよ。なんでクエイクウッドロイフグなんや。いや、ロイフグちょっと多いな。てか、今の間もなんか見たことないロイフグだったしな。さっきのね。怪しいな。なんか、まあ、クエイクだったな。低め置いて。まあ、この、うざいよねって。さあ、釣りながら、槍ゴブでね、クエイクちょっと打ちにくいよねっていう。いや、マッスルでね、耐えましょう。いや、マッスルしっかり耐えてくれ。これ、アチャクイロイフグなんだけど、相手。相手ちなみにゴブドリこれうざいっす。ってか、ゴブドリの動ききついっす。はい。なんで、これゴブドリ、あ、槍ゴブ？いや、この槍ゴブですらタワー殴ってほしい。マジで。いや、熱い熱い熱い。ちょっと入るだけでマジで嬉しい。で、これね、いやー、一個ずらすとね、相手外しやすいんだけど、うっときた時かな。いやー、これはね、やばい。マジでハゲる。まあ、ギャングでクエイクってくるか。いや、ウッド使う。いや、これ熱くね？これさ、普通に端前デリだとしてもさ、いや、ゴブリンバレルに、いや、マジでバカ入る、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 え？やるなって言ってんじゃん、って。守れや。いや、でかいでかいでかい。いや、マジでかい、マジでかい。え？だってクエイクデリウッドやで。俺、だってどうやったら勝てんのっていう、この世界戦よ。いや、で、ここで俺学んだのは、2個目を視野に入れる。まあ、キングでもいいんだけど、
ここでイモイモになると負けることをちょっと学んだので、しっかり攻めていきます。まあ折吹屋でここは一旦耐えれるっすね。さあ耐えながらで穴着衣だけはね、マジで本当にやめ、え、やばい、待って、うわ待って、やべえ、一回だけ取られたらリセットないんすよね。よしで、この真ん中ちょっとプレッシャー与えてない。いやー、これ吹き矢うざいよ、吹き矢うざいよ、いろんなところにね、いろいろ落としたくなってくるよ。いやー、いいウッドが、いやー怖え、ちょっとやばくなってきた。待ってくれよ、さっきからこんなんバーやないかい。いやー、なんでだ、一本守ろうがダメなのかな。ちょっとマッスルが思ってるやばいな。いやー、もうちょっと頑張れるぞ。さあ、やりこぶも頑張れる。いやー待って、マッスルも頑張る。いや、頑張っているんだよな。あとはマジ、ゴブドリのダメージがどんぐらい入るかっていう、もう運ゲーするしかないですね。いや、吹き矢でけー。いや、マジ、相手ゴブドリ抜けね、ちょっときついんですよね。よし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 、マジで。あと、真ん中着衣とか来ないこと祈りながら、まあ、折りマッスルでいけるか。さあ、やべえ、タイミングかぶった。やべえ。やべえ、これ。いや、吹き矢残れ。いや、熱い。いやマジこれ勝った。吹き矢がもうぶっ刺さってる。これ全部持ってってくれます。おじいじいです。吹き矢ダーツゴブリン、あべやめやめ、やったー。いや吹き矢強、吹き矢マジでいいカードっすよね。強い、めっちゃ強いわけではないけどね、なんかたまに化けるような。ナイス。いや熱い。さあよろしくお願いします。いやまあこの施術3つがあるんでね、フィジカルで、フィジカルでございます。ありがとう、ありがとう、俺と対戦してくれてありがとう、よろしく。かっこいいなこの人。うん、ホグライディ。さあ一旦耐えます。クエイクヤファイアイゴルだったら 2.65 の方が濃いっすよね。あれなんか嫌なやつ出てきたな急に。いや待って、めんどくさいって、やばいって、縛ってるやないかい。いやなんだこれ、マジエチャー前に行け。まあまあマジアチャー好きか。いやーまあちょっと嫌ですけど、まあ、雪玉間のカードはちょっと分かんないですね。うんちょっとおもろいできちゃいましたね。まあ、雪だったらなー、バレル刺さる。一回いきます、ゴリゴリいきます。いやーこれ絶対きついでしょ、あなた雪玉だもんだって。いやーただ神相性を引いたんではないでしょうか。あー悩んでゴブゴヤ真正面でいきます。ふんふんふん。まあでもこの吹き矢とかね、この辺が残れば大抵守れるよねっていうので、まあこのデッキを使う上ではね、吹き矢はマジで神様。さあ吹き矢が、いやー熱い。いやマジでこれでかいやな、これマジで。マジアチとかマザネクがこれでさ削れた時のね喜びよ、マジ熱すぎる。さあゴブディアイザップだったらもういきます、行ってこい、もうフルでいきます。いややりすぎやろっていうぐらいいきます。うまいやつらはね、やりすぎやろって攻めてから、気合で守ります。いや、それ、麦ったやないかい、言うて。ちなみにね、世界大会、1日目が終わって、今夜がね、2日目というわけで、夜ね、20時半から、はい、デイ2始まるんでね、ちょっとね、ぜひ皆さんも。日本人選手もね、まあ、何名か残ってますんで、ちょっとみんなで応援していきましょう。18まで来たら、さすがに勝ち確説あるよな。これ、負ける？いやーどうしようかな、もう守れば勝ちなんだね。いやーゴブリンもねやればできるのよ、結局やればできるんだよねゴブリンって。いやーアチャクイ多いな。いやマジでさ、今なんかねアチャクイちょっと良くないんですよね、なんか本当にお仕置きいるぐらい強い。マジで最近ちょっと暴れすぎてますね、めちゃくちゃ強くて。いやもうお前壊れどころじゃないやんっていう、このゲーム壊しとるやんっていうぐらい強くて、一回解放されたのに、まだお前このゲーム壊しとるやんっていうぐらい強いです。はい。解放くんのかな？そろそろ、あれっすよね。多分今シーズンが3ヶ月目になるんで、多分バランス調整まで出てくる頃だと思うんで、ちょっとその辺も楽しみにしながらね。さあ、お前18だけ守ってこないでくれやと思いながら、ちょっとだけヒヤヒヤしてきたね。いやさ、サタこのデッキゴブジェがマジでいらないかもしれない。はい、ナイス。まあ、ゴブジェの背中のやりでね、気合でなんとかなるんでね。まあ、なんか言葉あるかもしれない。さあ、グッドゲームです。ああ、そうです。はい、というわけで、今日ね、このゴブリンのみデッキやったんですけど、まあ、なんかやっぱ吹き矢とか、あとは攻めカードのね、バレルゴブドリ、防衛カードの折りとかがあればね、
やっぱこの単体で強いカードあればある程度は勝てますよねっていうので、皆さんもね、ぜひこのゴブリンデッキやってみてください。またあとは何だろうね、何デッキができるだろう、まあ何気にコストのみとかちょっといろいろね、はい、できると思うので、ちょっとその辺もねいろいろやっていきたいと思います。真面目なね、はい、デッキ紹介とかもあげるので、ぜひそちらもね見てください。ではお疲れちゃんでした。またね。